合試合とにかく集中してしっかり勝つための練習を頑張ってやってます。実は知らなかったんですよ。でも最近になってそれを知ってすごくびっくりしました。そうですね、一番は格闘技がすごく大好きだから、毎日やってても全然飽きることがないので、それが強さにつながってるとも思うし、あとは人がやってないことをやりたいっていう気持ちが強いので、みんなが辞めるべき時期になっても自分は人と違うから頑張れるって言って頑張って続けてきたりとかしているので、それが今につながっているんだと思います。それは私にとっての永遠の課題で、自分でもわからないんですけど、なんかその本能的な部分で体が欲してるというか、もうとにかく何が好きなのかわかんないけど、もうやってないと落ち着かない。柔道をしていて、それからロシアのサンボをして、その後ブラジリアン柔術をやって、レスリングをして、グラップリングをやって、一通りの組み技の格闘技を経験してきて、で最後に何をしようかってなった時に、その組み技を全部活かせる競技、それは総合格闘技でできるんじゃないかと思って、それで総合格闘技を始めました。父親が柔道をやっていたので、それで自然と始めてました。で、初めは私が子供の頃は柔道をやってる女の子が少なかったので、いつも男の子とばかり練習で、よくパンチとかもされたりしてて嫌だったんですけど、やってるうちに投げたりするのが楽しくなって、それから試合も勝てるようになって、で楽しくてずっと続けることができた。父親も小さい頃から柔道をやっていたので、もともと持っている部分と、あとは柔道をやりながら身についてきたものが多いと思います。やっぱりその昔の人には会ったことないけどすごくやっぱり興味はあります。やっぱり今の私たちよりも感覚が敏感だったりとか、やっぱりいろんな五感がすごく優れていたと思うんです。何もなかった分だけ、だからそういう部分っていうのは本当に人間的に強いなって思うし、そういう部分では戦いに通じてる部分があるので影響はしてます。たまたま好きなことが格闘技だったので、好きなことでやっぱり生活できるっていうのはすごく毎日がハッピーだと思います。で、ただ今はその総合、格闘技だけで食べていくっていうのは難しい部分もあるので、やっぱり誰かがそういう部分を広げていかなきゃいけないと思うし、そういう選手が増えればもっと格闘家になりたい人とかも増えてくると思うので、できる限りそういう環境で戦っていきたいなと思います。集中しているので
何も考えてない状態には一瞬になります。試合がスタートするといろんな作戦考えてきたことを出せるように動いています。やっぱり侍的なもの、やっぱ戦うイコールそういう潔さとか侍スピリッツとかそういう挑んでいくっていう気持ちが通じる部分があるからだと思います。その戦う時って本当に平常心で絶対いられない部分があるので、いかにいつもと同じように平常心のまま自分を客観的に見ながら戦えるかっていうところを突き詰めて、ね、いきたいなと思います。まだやっぱり試合をしていて動揺してしまう部分とか気持ちが揺れてしまうところがあるので、そこを追求していきたいなと思います。